実はここ剥がすだけで老眼、ほうれい線、たるみ一瞬で解消する方法を紹介します。それではまず目を閉じて目尻をつまんでみてください。目を開けたら明るいですよね。眼性疲労で視力低下しているので最後まで一緒にやってみてください。はい、それではまずここを下に引っ張って横に揺らしていきます。揺らして、揺らしていきます。軽ーくね、大丈夫です。そうです、そうです。 強くしすぎないようにしましょう。ゆっくりゆっくり、そのまま楽に楽に、目を軽く閉じた状態でやっていきましょう。骨が当たるなっていうのを確認できると思います。楽に楽に。はーい。では逆側も同じようにやっていきましょう。軽く引っ張って横に。 横に骨が当たるなーっていうのを確認できると思います。ここを揉んでおくと目尻のシワや目の下のクマも取れやすくなります。また顔の血流も上がってきますからシミやほうれい線の予防にもつながってきます。そうですそうです。 軽く、軽くです。はい。では手を横にずらして、そのまま目の真ん中のところを下に引っ張って、横に揺らしていきます。引っ張って、横に揺らして。 軽く軽くで大丈夫です。痛気持ちいいなーっていうのを感じれると思います。強くしすぎないようにしましょう。力の度合いは赤ちゃんの肌をプニプニーと触るような感じで大丈夫です。 強くしすぎてしまうと筋肉が元に戻ったり老廃物そこでたまってしまいますから軽くいきましょうはーいでは逆側もいきます引っ張って横に横に軽く軽く揺らしていきますそうですそうです気持ちいいなーっていうのを感じれると思います ちょっとずつ少しずつで大丈夫なので軽く軽くしていきましょうそうすると眠たくなってきたなーっていう方もいらっしゃると思います自律神経も整っている証拠ですはいでは手をそのまま鼻との付け根のところに持っていって下に軽く引っ張って揺らしていきます引っ張って 揺揺ららしして、揺らしていきます。ここの部分はリンパの中心になってきますからしっかりと流しておくことによって目の周りにたまった老廃物少なくすることができますこのように視力の低下は年齢や遺伝だけではなく日頃からの眼ん線疲労によっても起こってきますからやってみてください はーい。では逆側も行きましょう。目を下に引っ張って、揺らして、揺らしていきます。 この眼線疲労が取れてくると目の周りが軽くなったりとか目のピントを合わせる機能っていうのが復活してきますからぜひやってみてください日頃からずっと疲れが溜まったままになると筋肉も働かなくなってしまって老眼のような症状が出っぱなしになってしまいますはいではですねもう一度目尻のところ 手を持っっってていて下に引っ張つまんでつまんでいきます。 このようにつまむと、このほうれい線やゴルゴラインのところの皮膚が引っ張られてるなーっていうのを感じれると思います。このように目が疲れてくると垂れてきてほうれい線だったりとか、また二重顎の原因にもなります。また目の筋肉っていうのは首にもつながっていますから、首こりや肩こりの原因にもなってしまうんです。 はーい。では逆側も同じように引っ張ってつまんでいきます。つまんで、つまんでいきます。そうです、そうです。軽く、軽くで大丈夫です。強くなってないですか。軽くで大丈夫ですよ。どうしても早くなくそうと思ってですね、強くつまみがちなんですが、軽く、軽くで大丈夫ですよ。そうそう。そのまま。 軽く、軽く、リンパの流れをしっかり流していきます。はい。ではですね、目の下の部分をつまんでいきます。つまんで、つまんで、軽く、軽く、つまんでいきます。そうです、そうです。プニプニーとするような形ですね。強くしすぎないようにしましょう。そうそう。 目の周りすっきりしてきましたね。いい感じです。ここ痛気持ちいいなとか、痛くなる人多いので、軽く、軽く、無理ない範囲でやっていきましょう。そうそう、そのまま。はーい、では逆側も行きます。つまんで、つまんでいきます。 そうで,す,そうです,そうすると目の筋肉剥がれてきますから皮膚と筋肉の間の老廃物しっかり流れやすくなりますそのまま無理ない範囲でいきましょう肩がしんどくなるよっていう方は休みながらでもいいですし寝ながらでも大丈夫ですそのまま軽く軽くつまんでいきます はーいではですねそのまま目の付け根の部分ですねここを軽くつまんでいきましょうつまんでつまんでいきます軽くですここは皮膚が薄いのでつまもうとしなくても大丈夫ですあんまりつまもうとすると爪が当たって痛いと思うので流していくようなイメージですねこのような感じでも大丈夫です親指を動かしていく 動かしていくというような形でも大丈夫ですそうですそうですそのまま軽く軽くはーいでは逆側もやっていきましょう目頭の部分を軽く軽くつまんでつまんでいきますそうですそうですそうそう軽く軽く楽になってきたと思います 眠たくなった方はですね、もう動画そこで止めていただいて、寝ていただくと、次の日目が明るくなってるのを感じれると思います。よく寝れるよっていう報告もですね、コメント欄でいただくので、またコメントで教えてください。はい。ではですね、続いて目のこの付け根の部分ですね、鼻との境目の部分、こう軽くつまんでいきます。つまんで、つまんでいきます。 そそうですそうでですすこのように上に引っ張るような形ですねすーすーとつまんで上に上にそうそうそのまま上に軽く軽く流していきますここは自律神経の中枢っていうのも関係してきますからぐっすり寝られるようになってきますからゆっくりゆっくり上に上に上げていきます はーいではですね目尻のところをですねこのまま後ろに後ろに軽くつまんでいきます後ろに後ろに軽く軽くつまんでつまんでそうするとここのほうれい線やゴルゴラインのところも後ろに引っ張られてるなーっていうのを感じれると思いますそうですそうです軽く軽くで大丈夫です あー痛いなーっていうのを感じる人もいらっしゃると思いますこのような感じですねそうそう上に狐目を作るような感じですねはいではですねこの目尻のところをくるくる回しておきましょうくる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 回しておきますそうですそうです ここはですね、痛いなっていう風に感じると思います。少し強めでもここは問題ないですから、軽く軽く揉んでおくとですね、凝りを感じれると思います。特にですね、顎がずれてるよとか、噛み合わせが悪いよっていう方はですね、顔の筋肉が垂れてきて、それだけでも眼性疲労につながることもありますから、くるくる回しておきましょう。はい、どうでしょうか目の周りが明るくなったりとか、 よく見えるようになっているのではないでしょうか他にも視力回復する方法を紹介してますからぜひ試してみてくださいそれではまた明日バイバーイ